皆さんこんにちは、トコボットです。今日はこのパソコンデスクの作り方を皆さんにお伝えしていこうと思います。この動画では DIY、木工をもっとうまくやりたい、初心者を脱出したいと思っている方に、有益な情報を伝えていこうというふうに思っています。今日の動画のポイントは、こういう足の接合部分などに残る、ネジとかダボの跡、これを、見せないやり方というのを皆さんにお伝えしたいと思っています。ネジダボの跡が見えるということは、悪いということではないんですけども、見せたくないと思っている方たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。今日は見た目も強度も両立するようなやり方を皆さんにお伝えしていきたいと思います。誰にでも簡単にできるやり方ですので、最後までご覧ください。では早速いきましょう。最初に天板をカットしていきます。今回は工房の中に余っていたパイン修正材を使いました。最初から電動工具を使うのも悪くはないのですが、安全面と汚れ具合、工房の散らかり具合等を考えて、最初に手の子でラフカットすることにしました。次に足の部分の材料を集めてきました。工房の外に置いてあった端材を使っています。砂などがついていますので、ブラシできれいに払います。こうしないと刃物を傷める原因になってしまいますので、最初にきれいにしましょう。バーコードなどのタグがついていることもあります。これも刃物を傷める原因になりますので外しておきましょう。今回使っている材料は 2x4 です。 2x4 はこのようにねじれが非常に多いので、手押しカンナという道具で平面出しをしていきます。それが終わったら、自動カンナという道具で厚さを決めていきます。何度か削って調整します。こういう道具を持ってない方もたくさんおられると思いますので、そういう方は、もともとホームセンターで直角、厚さ、平行などが仕上がっている材料を買いましょう。今回狙った厚さは 35mm でした。続いてテーブルソーで幅を決めていきます。今回は端材を使っていろんな幅の材料が存在していますので、一つの幅に決めていきます。今回は 80mm を狙っています。テーブルソーは非常に危険なので、プッシュブロックを使ったり、安全に注意しながら作業を行ってください。ホームセンターで仕上がっている材料を購入した場合、ここまでの作業は一切必要ありません。自分のレベルに合わせたやり方を選びましょう。長さを決めていきます。スライド丸の子を使うのですが、レーザーは見えてはいますけども、刃先をしっかり見てあげた方が精度よく仕上がります。刃先の位置が決まったら、反対側をストップブロックで固定します。こうすることで繰り返し同じ寸法のものを楽にカットすることができます。精度よくカットするということも大事ですが、繰り返し同じ寸法のものを作るということも非常に大切です。ストップブロックに当てる断面の直角を出すために一度カットします。その断面をストップブロックに当て、逆サイドを切ります。この工夫で何度でも同じ寸法のものが切れます。足の材料が完成しました。足を接合していくのですが、今回はポケットホールという接合方法を使います。私が使っているこの青いジグは、クレックのポケットホールジグを使っています。材料のクランプを調整し、ドリルをつけていきます。
このジグを使うことで、きれいに斜め穴が何も考えずに開けることができます。ここでハプニングが起こりました。ここに見えている青い物体が見えていますが、これはジグが削れています。ジグ側の高さ調整を忘れていました。今回35ミリなので、1と8分の3インチのところにセットしなければなりませんでした。皆さんも注意してください。私もよく忘れてしまいます。再度調整しましたので、もう一度穴開けを続けていきます。穴開けが終わりました。足を天板に取り付ける部分のネジ穴、これを隠すために座繰りを開けておきます。今回は15ミリのフォースナービットを使っています。深さを一定にするために目安としてブルーテープを貼っています。この座繰りの深さはそこまでシビアに気にする必要はありません。大体の目安で結構です。フォースナービットで座繰りを開けたので中心が見えています。その中心に向けて通し穴を開けていきます。いよいよ足の組み立てです。先ほどの座繰りは天板との接合部分になりますので、内側に向けておきます。何か壁に突き当てて作業するとやりやすいです。位置が決まったらクランプで締めます。このようにポケットホールの穴を外に向けましょう。そうすることで組み立てた後見えなくなります。ネジを締めてしまう前に段差がないか手で触って確認します。慎重に確認しましょう。ポケットホールに限らず、接合するときは段差がないことが重要です。今回もクランプでしっかりと材料と材料をくっつけます。そして段差がないことを何度も確認します。今回使うネジはクレックのネジを使います。ポケットホールの場合、専用のネジが適していますので、ホームセンターなどで売られているコーススレッドなどを使わないようにしましょう。半ネジになっていて、頭がワッシャーがついたようにフラットになっています。実際に締め付けていきます。下穴がしっかり開いているので、トルクはそれほど高くなくても軸力が出るようになっています。
足が組み上がったら直角を確認していきます。スコヤで直角を確認すると、ほんの少し隙間が見えています。私のレベルではこれで十分です。組み上がった足の面取りをしていきます。今回ブロッククレーンを使っていますが、サンドペーパーで面取りしても構いません。ただブロッククレーンを使った方が圧倒的に早いです。最後に小口の部分の仕上げをしていきます。角をペーパーで取って丸くしていきます。床と接する部分ですのでしっかり丸くしておきます。出来上がった足を塗装していきます。今回はスプレーで黒に塗っていきます。サンドペーパー等のカスが残っているので、ブラシでよく払っておきます。掃除機なんかをかけても構わないと思います。私はやりやすいので、ハケで払っています。スプレーでの塗装は仕上がりが綺麗なので、初心者の方にはおすすめです。一度に厚くなってしまわずに何度かに分けて薄く塗っていきましょう。1回目の塗装を終わりました。次の塗装に入る前に一旦乾いたら400番程度のペーパーで表面を撫でておきます。そうすることで凸凹が取れます。この工程が仕上がりに大きく左右するので必ずやってください。これをやるのとやらないのでは塗装の品質が大きく違います。これをやると一気にプロっぽく見えます。ぜひ試してみてください。この後同じ工程を繰り返して2回目の塗装を終えました。もう一度天板の加工に戻ります。手の子で仕上げていた断面を機械で仕上げます。一度には切れないのでひっくり返します。断面を見てもらうとわかるのですが、どうしてもノコの跡が残ってしまいます。丸ノコでついてしまった段差を取っていきます。サンドペーパーで構いませんが、今回はカンナを使っています。だいたいきれいになりました。最後にペーパーで仕上げます。次
次に角を仕上げていきます。適当な R のものを準備して鉛筆で墨線を引いていきます。この形に整えるのにサンドペーパーで頑張っても構わないのですが、ノコギリを使って大まかに切り落とします。ここからリアルタイムで見せますので、ノコギリを使ってその後サンドペーパーで仕上げても大した手間がかからないということがお分かりいただけるかと思います。ノコギリで大体カットしたら、ここからサンドペーパーを使って仕上げていきます。早送りはしていません。必ず当て木を使いましょう。手にペーパーを持って仕上げると疲れるだけでなく形状がうまく作れないことがすぐにわかると思います。当て木を使うことでペーパーと木が当たっているところに力が集中してうまく削ることができます。また形も崩れません。いかがでしょうか。早送りなしでご覧いただきました。思ったより簡単に仕上がっていると思います。天板の上に R をつけていきます。裏返して下側も仕上げます。下側は大きめのチャンファーをつけることに面取りをつけることにしました。大きめの面取りをつけることで板厚を薄く見せることができます。加工量が大きい場合は一度に加工せず何回かに分けて加工します。次にサンドペーパーで仕上げていきます。今回は修正剤なので軽いサンディングで十分です。電動工具はパワーがありますので、角を電動工具で仕上げてしまうと思ったよりも削れすぎることがよくあります。角や細かい部分は手で仕上げると均一な形に見えやすいです。
天板はオイル仕上げにします。今回はリボスを使いました。天板を仕上げるときは、必ず両面同時にオイル塗装しましょう。片面ずつ仕上げると反ってしまいます。木目が浮かび上がってくる瞬間、仕上げの中で最高の瞬間の一つだと思いませんか？リボスの場合、24時間ぐらい乾かしましょう。足を天板に取り付ける前に、ネジの取り付け穴を少し矢印の方向に広げておきます。ドリルを斜めにして長穴にします。上から見るとこんな感じです。こうしておくことで、天板と直交する方向に伸びる足が伸びてしまった時にも板が割れないようになります。工房で組み立てからだと上に運ぶのが難しかったので、家の中で組み立てます。ちょうど中央に来るように位置を調整します。その後、ポケットホールスクリューで固定します。いかがだったでしょうか。今回はネジや釘を見せない方法の一つとしてポケットホールというやり方を紹介しました。ポケットホールは初級者から上級者まで幅広く使える、大変便利なやり方ですので、ぜひ覚えてください。で、接合方法についてはこれが正解といったものはありません。自分のスタイルやレベルに合わせて
自分のやりやすい方法で、接合していけばいいかなというふうに思っています。今回の動画を気に入ってくれた方は、チャンネル登録、いいね、高評価をよろしくお願いします。皆さんの応援が次の動画への励みになります。よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。